はい、今日の動画では僕が硬い首の可動域が低い人に対してどういうアプローチをするのかっていうのをデモンストレーションをしようと思います。今寝てもらっている方、事前に評価すると首が硬いと、オフィスワークだったりパソコンを使ったりする機会が多いので首が硬いということだったので、まず可動域をチェックしましょう。横に傾けます。今こんな感じですね。そして逆向き、こっちの方が硬いですね。今の可動域を覚えておいてください。で、僕が首に対するアプローチで多いのは膜組織、神経を包んでいる膜だったり筋肉を包んだりする膜にアプローチをします。最初に、頭の中にある膜にアプローチします。これは脳を包んでいる膜なので、首の可動域だけじゃなくて頭痛とか頭の可動域にもすごく効果を発揮します。これだけで首の可動域がどうなったかチェックしてみましょう。まず硬かった、こっちの方いきます。少し上がってますね。ここの隙間が結構狭くなったと思います。で、逆側、こっちも上がってますね。でも、あれだけでもね、膜組織にやるだけでも変わってますので、次やるのは神経へのワークですね。首っていうのは神経がすごく通っているんですが、その神経が硬くなると首の可動域も落ちることがあります。今からやるのは首の横にある、肩とか首に命令を送る神経にやろうと思います。では可動域チェックします。まずこっち、すごく変わってます。で、反対側も同じことをやりますが、カメラから映りにくいですが、同じことを逆でもやります。では、逆の可動域をチェックします。かなり上がってると思います。で、こっち側、逆側の方の、今度は筋膜をやりたいんですが、逆で言うとこの辺りをやります。斜角筋と呼ばれるところを反対側でやります。カメラでは見えないので逆向きで説明をしておきました。ここが硬くなると首の痛さとか神経痛に関係がある場所です。で、もう一回可動域。かなり変わってると思います。で、もう一個僕が、関節の可動域でチェックするとしたら、リンパのね、流れも可動域に関わってきます。まず鎖骨のリンパを流しておきます。で、首のリンパ。で、耳の下のリンパを流しておきます。で、もう一度鎖骨のリンパを流します。で、可動域チェックします。こっちはすごく曲がりますね。こっちもかなり変わってると思います。で、こんな感じで僕は首の可動域とか首の痛さに対するアプローチは膜組織
だったり、まあ、リンパだったり神経だったりするんですが、そんなにガツガツしなくていいので、まあ軽、まあ、かなりソフトなタッチでやるので痛みに苦手な人とか、まあ、高齢者の方でも安心して受けられる施術になっています。この動画を気に入っていただいた方、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。